2日間温泉に入ってやっと気力が戻ってきたな。ふぅ、アビスの邪魔が入らなかったらもっと良かったんだけど、本当に嫌な奴らだぜ。でもあの後はゆっくりできたし、やっとバカンスって感じがするよな。コホラリウムお利口さんだぞ。オイラしょっちゅう一緒に遊んでやってるんだけど、あいつのお腹は弾力があってすごく触り心地がいいんだ。アテアが焼いてくれるお菓子も本当に美味しいよな。今朝もおやつにって持たせてくれたんだ。 I wonder what she's up to。 この前会った時と特に変わりないぞ。温泉に石を投げて遊んでた子供たちを捕まえて叱ってるところを見たぜ。やっほー、昨日はよく眠れた？あう、最高の寝心地だったぜ。ひひ、それはよかった。ね、後で海釣りに行こうよ。釣れた魚を今日の夕飯にするの。釣れたての魚を焼くと香ばしくて最高に美味しいよ。ムアラニさん。ん？どうしたの？たった今、予言者の戦争に出向いたチームが帰ってきましたよ。カチーナちゃんは？一緒に帰ってきたんだよね。それが、カチーナさんは戦いで犠牲になったそうです。 What？ でも、最終的に彼女のチームは勝ったので心配しないでください。後ほど聖火競技場で反魂の儀が執り行われます。よかった。初めてだし、ずる賢い敵に会ったりしたら手こずるのも無理はないよね。そうですね。でもこれで彼女も少し自信がつくでしょう。 Don't tell me she's the only one, right? There has to be somebody else that fell to, right? 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 慌ててるように見えたから、何かあったのかと思ったよ。さっきアビスがずる賢いってお前が言ってたけど、あいつらの目的って何もかもぶち壊すみたいな単純なものじゃないのか？だって流線の衆を襲撃するより、予言者の戦争により多くの魔物を放って部族と戦わせた方があいつらにとっては都合がいいはずだよな。戦争に行くやつらに危険な目に遭ってもらいたいって意味じゃないの？ Bro, shut up. 言いたいことはわかるよ。アビスは常軌を逸した存在だしね。確かにあいつらは一見何もかもぶち壊そうとしてるように見える。生命体じゃないせいか、ロジックや計画性も度外視だからね。でもナタの長い光線の歴史を照らし合わせてみたときに、事態はそう単純じゃないって気づいたんだ。500年前アビスがテイワットを襲ったのは君たちも知ってるでしょ。 Yeah, I know. 当時はカーンルイヤだけじゃなくて、どの国も悲惨な状況だったんだって。中でもナタは一番被害がひどかった。当時のエンジン様と各部族の英雄たちが一致団結して抗って、やっとアビスを撃退することができたんだ。でもアビスが残した影響は、その後何百年もの歳月を経てようやく少しずつ解決されていったの。当時流星の州の水は汚染されたし、児玉の子の地下からは最悪の泥が湧き出た。火翼の集いでは黒い風が吹き止まなかった。全部まるでそれぞれの部族に合わせてデザインされた災いなんじゃないかって思えるくらい。So they understood the foundation of each tribe. 私たちも最初は原始的な破壊衝動によるものだろうって思ってたよ。でもその破壊方法は妙に知能的だったの。だからアビスは八神の国に侵入して、ナタの記憶を常に読み取ってるんじゃないかって私たちは考えてる。そうやってお前らの情報を掴んでるわけか。本当に悪質でずる賢いやつらだぜ。そうだね。
これだけの年月を経てなお奴らを根絶やしにできていない理由もそこなんだと思う。幸い各部族に残されたアビスの爪痕は歴代のエンジン様がかき消していった。おかげで今はどの部族も栄えてるし、全てがいい方向へ進んでる。この前のアビスの襲撃の時だって、はい、shouldn't we go to the resurrection? 派手にやっつけたでしょ。 Go in other mission. I've seen how much effort it takes to truly eradicate the beasts. The people of Nidna live in the shadow every day. Who knows how long it will take for this war to end? でも避けられない犠牲もあるって思うと、やっぱり悲しくなるぞ。Perhaps next time you're gonna be like Celestia, but you're here now. 戦争をなくすために戦わないといけないし、犠牲をなくすためには犠牲を払わないといけない。I feel like Raiden should be part of this too, you know?長い戦争を責任や使命だと思ってる人もいれば、負担に感じてる人もいる。解釈は人それぞれだけど、いつの日か必ずアビスを殲滅して、全ての人の努力が壮大な歴史の1ページになるって私は信じてるよ。もしかしたらその時のナタ人の歌に自分の名前が入ってるかもって想像すると、なんだかすごくロマンチックに思えるんだ。きっとみんなそれぞれ未来への憧れを胸に一生懸命進んでるんだと思う。You can do it. うん。自分のため、未来のために頑張るよ。さあ、聖火競技場に行こう。海釣りは今度カチーナちゃんも連れてみんなで行くってことで、海は私たちを待っててくれるからね。Let's go under the ice, though. Okay. Oh, really? All of you survived? God damn, man. At least like, have like three or something. Wow! It's so much fun! Yes. I'm preparing for the end of the war. What did I say?最も誇らしい瞬間だからね。カチーナちゃん、きっとガチガチに固まっちゃうんじゃないかな。生まれて初めてこんな大勢の注目を浴びるだろうしね。ハバカニッチだろうな。緊張しやすいタイプみたいだし。間に合ったか。あれは時間もちょうど良さそうだ。おお、キーニッチも来たのか。ああ、依頼の処理に思ったより時間がかかったが、なんとかな。それより流線の衆が大変なことになったと聞いた。お前ら怪我はなかったか？うん、幸い大事に至らずに済んだよ。この新しい友達ってほんと凄腕でね。カチーナちゃんがベタ褒めしてたのもうなずけるよ。 If only I'd been a bit more perceptive。 おい、見ろ、もうすぐ始まるんじゃないか。そうみたいだね。まず弔辞が述べられてから、みんなで一緒に梵言の歌を読むことになるんだ。さあ、よく見える場所を探すからついてきて。歌を読むときは私の後に続いて読めばいいからね。高いところにいればカチーナちゃんも私たちを見つけやすいでしょ。ナタの勇士たちよ、命の叫びを聞きたまえ。我々は記憶と伝説を受け継ぎ、太陽と風と共に育ち、運命と未来を築き上げた。これらすべてナタの炎、ナタの血である。
八神の国にカチーナと彼女の子名が見当たらない。わと見つからないってどういうことだ。本来なら反魂の歌が読まれた後、エンジン様が復活した人を連れて炎の中から出てくるはずだ。だがどういうことだ。こんなこと初めてだぞ。言うまでもない。つまり勝てなかったってことだろ。考えてみろ。これまで戦争で勝った人は誰もが反魂の歌によって再び命の火を灯せた。 Jesus, bro, I'm gonna sound like you. エンジン様は八神の国でカチーナを見つけられなかったんだ。ということは彼女たちの勝利に何か裏があったってことだろ。 Then you do her job, bro. Like, holy crap.みっともない真似はよせ。根拠のない憶測はやめろ。私たちはアビスと戦う任務を確かに完遂した。完遂っつってもいろんなパターンがあるだろう。例えばあの嬢ちゃんがおじけづいちまって何の役にも立たなかったとかな。とにかくチームは勝ってもあいつだけは大礼に認められなかったってことだ。あなたの英雄をそんな言葉で侮辱しないで。カチーナちゃんはアビスとの戦いで命を捧げて今も帰ってきてないんだよ。それなのになんでそんなひどい言われ方をしなきゃいけないわけ。落ち着け、ムアラニ。こんな奴と争っても何の意味もない。でも侮辱されたままなんて許せないよ。英雄の侮辱だと、あいつが英雄だったらの話だけどな。この場にいるみんなも考えてみろ。あの嬢ちゃんに問題があったのか、それともエンジン様とナタのルールに問題があるのか。確かに反魂の歌で復活できないってことは勝てなかったからと解釈するしかないな。もしかして大礼は勝利に対して独特の考えを持っている。 Thanks for doing the Fatui's job. This is but yeah. Her name is Capitano. I don't think Capitano would like that. The pirate Archon seems to be in deep thought. Why isn't she putting a stop? Yeah, that's a good, that's a good thing. I'm wondering about that too. そういうやつじゃないからな。そうだよ。あの子は絶対逃げたりしない。ずっと予従者の戦争に憧れてたんだから。たとえどんな困難にぶつかろうと、恐怖に打ちひしがれ足がすくむようなことがあろうと、あの子は誰よりも真っ先に立ち上がるはず。事情が明らかになるまでカチーナちゃんの悪口を言って憂さを晴らそうだなんて考えないで。まあいい。予従者の戦争で何が起きたか、名誉を傷つけたのは You say you're gonna fight a girl that won like three times and the thing? Or is it six? もういい。静かに。戦争を勝ち抜いたすべての者に疑惑の目を向けることは許されない。カチーナも我々が敬意を払い祝福すべき英雄だ。だが彼女が再び燃え盛らなかったのもまた事実。詳細は調べているが、まずはこたびの件、私から詫びよう。他の被害者を出さぬよう、調査が終わるまで、帰化聖夜の巡礼をしばし中止とする。
Yeah, good job, man. That's what you want, right? 一切の過ちを未然に防げる者はいない。私も同じだ。疑うことは真実を求めるための手段。決して他人を攻撃する武器にしてはならない。そんなつもりはありません、エンジン様。私はただ。なら直接私に問うといい。無論、その返答を疑っても構わない。今この場ではっきりさせたいことはまだあるか？いえ、ありません。疑念を抱いているというのに何も聞かないとは。君たちにとって真相などさほど重要ではなかったようだな。こいつら、名誉を守るどころか、エンジンに質問する勇気すらないんだな。エンジン様、質問よろしいでしょうか？私の友達は、カチーナちゃんはどこにいるんでしょう？私にとってとても大切なことなんです。無礼を承知で申し上げますが、詳細は調べているだけではどうしても納得がいきません。現時点で把握していることは全て伝えた。もし一刻も早く真相を解き明かし救助したいのであれば、こたびの調査に加わることが最も有効な方法だ。どうも、志願するか？はい、もちろんです。よろしい。では何日に来るか、私たちも行こう。ああ、せっかくの機会だ。もし旅人も都合がつくなら、談議室で少し話せるか。Oh, you know me? Hi, hey, hey. Hello. 調査に進展があれば、各部族の長に伝えよう。みんな安心してくれ。他に質問がなければ解散とする。こたびの再燃の儀式の至らぬ点においては改めて詫びよう。え、さっきオイラたちにも来てほしいって言ったよな。エンジン様がああ言ってくれたんだ。俺も状況を把握するため同行しよう。The squad. 急を要する事態ゆえ、早速本題に入ろう。カチーナが我らナタの英雄であることは疑う余地がない。今回起きたことについては心より詫びよう。ヤガミの国で原因不明の騒動が起き、カチーナの行方が分からなくなった。私も彼女の居場所をつかめていない。原因を特定し状況を打開しない限り、反魂の歌は本来の力を発揮できない状態が続く。つまりカチーナが戻ってこれなくなるってことか？ああ、ヤガミの国の問題が解決するまで彼女とはしばらく会えない。しばらくって？ Oh, this is what they are doing now. The beast is doing the Night Kingdom because it's probably a problem to them. Like they attack the tribe's weak point. Now they attacking the nation's weak point. I guess. あの子は絶対に犠牲になることを恐れません。カチーナちゃんはエンジン様が必ず自分の命を再び燃やしてくださると信じてるはずです。稽古に疲れて。I feel like your boobs is bigger than usual. I'm sorry, I had to say that. That one is just that short angle, though. What the hell?I don't usually look there, but goddamn. I went to ここに帰ってきて、みんなと抱き合いながら興奮と喜びを分かち合うはずだったのに、あの子を応援してきた人たちは一体どんな気持ちで現状と向き合えばいいのですか？安心して彼女の帰りを待てばいいのですか？それとも涙を流しながら悲しめばいいのですか？私たちは、どう？彼女の友達？それとも殺した張本人ですか？言い過ぎだ、ムアラニ。構わぬ。君の怒りと悲しみは理解できるからな。私は決してカチーナの生死を軽んじているわけではない、ムアラニ。できれば
私もいち早くカチーナを連れ戻し、君や彼女の安否を心配する人々を安心させたい。今直面している難題を詳しく説明しよう。もう少し耳を傾けてくれないか。先日流線の州が襲撃された件と照らし合わせて考えるに、おそらくアビスはナタのルールを乱す新たな方法を見つけたのだろう。ルールを乱す。周知の通り、成果はナタがアビスにこうするための根幹だ。もし引き続き非化成野の巡礼を開催し、予巡者の戦争を行えば、新たな犠牲者が出るかもしれない。しかし、このまま取りやめれば、成果の力が次第に弱まり、各地にアビスが溢れてしまう。そうなれば、今後流線の州のような災難が幾度も起こるだろう。両者を比較すると、後者の方がより危険ですね。悪い。こんな無情な話はしたくないが、マリポのキーニチとして代償を図るのは俺の責務だ。事実の残酷さを十分に理解してこそ、怒りに駆られず冷静に現実を見つめることができる。だが、こたびの災難の当事者であるムアラニにとって、キーニチのようにどちらの苦しみがより重いかを判断するのは難しいだろう。はい、私には分かりませんし、分かりたくもありません。苦しみの重さを比べること自体、被害者に対して失礼だと思います。なら私が帰化成野の巡礼を中止にしようがしまいが、君の苦しみは変わらない。そうだな。はい、カチーナちゃんのことは心配でなりませんが、だからといって他の人を犠牲にしたくはありません。問題の核心はそこだ。単純な比較や選択に頼ってもこの問題は解決できない。私がどの選択をしようと、それぞれ犠牲者が出る。ただいずれにせよ、ナタ人は非化成野の巡礼に疑惑の念を持つようになるだろう。そのような疑惑が浮かび上がれば、断絶してアビスに立ち向かっていた人々の心は離れ、アビスの目論見は成就する。あの者らの最終的な狙いは、反魂の歌に関するルールを乱すことだけでなく、人々が持つルールへの信用を瓦解させること。故にカチーナのような二人目の犠牲者を出さず、かつ各部族の守衛の力を強化する策を講じたいと考えている。その上で成果を盛り返す方法を模索し、アビスを阻止する。無論これは容易ではない。この file looks fine. 少し時間が必要だ。ここまでの話で君の怒りは少し収まったかな。エンジンがここまで丁寧に説明してくれるなんて、もっとバチバチの展開になるかと思ったぜ。So, ma'am, why am I here? 先ほどは感情的になってしまい申し訳ありませんでした。おっしゃる通り、まず問題を解決する方法を考えるべきですね。成果の力を維持することが問題なら、予巡者の戦争だけを一時中止にするのはどうでしょうか。それも考えたが、長きにわたり両者は切っても切れない関係にある。予巡者の戦争が中止となれば、非化成野の巡礼を勝ち抜いた際の栄光も失われ、参加者が減るだろう。それに伴って各地区の炎の量が減っていく。これでは悪循環だ。カチーナちゃんはアビスに人質に取られたのでしょうか。 What happened if you stay there long enough? What happened? 他の国でも地脈という概念を聞いたことがあるだろう。ヤガミの国も似たような存在だ。Okay. 短い間ならヤガミの国に滞在しても特に問題はないが、アビスの影響が加わるとなれば話は別だ。個の存在が飲み込まれる速度が上がり、最終的に無数の魂と一体化してしまう。一杯の水を川に注ぎ込み、そして再度すくい上げても元の水とは異なる。それと同じ理屈だ。これが彼女の直面している危険となる。今置かれている状況と予測される結果をごまかすつもりはない。
先ほどエンジン様がおっしゃったように両方の解決策を模索することは私も賛成です。カチーナちゃんを探すことは私に任せていただけないでしょうか。エンジン様は聖火の問題の解決にお力を注いでください。アビスがカチーナにもたらした危険は君にも同様に起こりうる。二度と戻ってこられない可能性が高いが、それでも構わないのか。カチーナちゃんが助けを待ってる。私が気にしてるのはこれだけです。予順者の戦争で彼女を守れなかった私にも責任はあります。私にも行かせてください。の、オイラたちは。 Well, a promise is a promise. 了解した。では君たちの行動を全力でサポートしよう。メインの主は地脈から古名を抽出する技術を習得している。カチーナの古名が見つかれば私は両者のつながりを利用し八神の国における彼女の位置を特定可能だ。そしてその次が最も困難なのだが、君たちに八神の国に向かってもらい彼女を連れ戻してもらう。 Okay, the skull on her head, man. He looks kind of cute. そこって、オイラたちも行けるのか。通常ならそこに入れるのは私たちの意識のみだが、人をそのまま送る方法もある。だが八神の国による拒絶に加え、アビスの力による侵食にも耐えなければならない。私は構いません。私もです。アビスの力と戦うことにはとっくに慣れていますので。オッケー。え、ふう、ビビってるのってオイラだけか。I guess they hear if you want。しょうがない、こいつが行くならオイラもついてくぞ。名言の主、シトラリは以前、大霊と意思疎通を図るための道具、スピリットストーンというものを作った。本来は、部族の長が儀式で使う道具なのだが、その原理からして、古名を探すのにも適している。数日前、かがり木の民に届けたが、今回の件で役に立つとはな。いろいろと助けていただいて、ありがとうございます。ビビたる力だ。礼には及ばない。こたびの救援活動を動かしたのは私の援助ではなく、君たちの友情と勇気にある。むしろ助かったのは私の方だろう。君たちがいなければ一人窮地に陥っていた。君たちと初めて言葉を交わすというのに、図らずも重々しい場面になってしまったな。君の功績は耳にしていたよ。君がナタに足を踏み入れた時からずっと君に会い、最上級のおもてなしをしようと思っていたのだ。え、なんでだ？なんでだと？他の国でもそのような待遇を受けてきたのではないか？最初はそうでもなかったけど、ご飯、今じゃそう最高レベルの待遇を受けてるね。シャット何しろ君たちは運命をも凌駕するものだからな。 You seem to know me a lot, really? 機会があればまたゆっくり語らおう。君が思っているより私は多くのことを知っているかもしれないぞ。緊急事態でさえなければ今宵は杯を交わし、楽団のステージを見るのにぴったりだったんだがな。あ、そうだ、エンジン様、アテアおばさんからこれを渡すようにと預かったんです。先日のアビスの襲撃でおばさん怪我を負ってしまって、この中には私の思いと意志が宿ることでしょうと、エンジン様に伝えればきっと分かってくれると。はいよ。あ、ヘイゴー、メン。チー、I didn't realize that. 早く訪れるとは。Oh. 彼女の命を象徴する炎が、お守りの中に流れているのが、はっきりと感じ取れる。だが、流線の州の温泉で直接手渡ししてほしかったな。
私は彼女の戦友なのだから。安心してくれ、これは私にとって大切なものだ。大事に預かると約束する。ことが一段落したら彼女に会いに行こう。ヒカセイヤの巡礼を中止にしたのは、核蓄の炎の量とは関係がないんじゃないですか。ああ、そもそもとっくに足りていないからな。それも深刻なほどに。アビスの侵食が進行したことで炎元素力はひどく不足している。状況はもはや極めて悪い。ヒカセイヤの巡礼が何の役にも立たないなら、いっそのこと中止にし、各部族を守ることに戦力を集中させるべきだ。カチーナが八神の国に迷い込んだのもアビスの最悪の表彰に過ぎない。はあ、確かにこのことをみんなに知られてはいけませんね。ああ、じきにナタが滅びると民衆が知れば大きな混乱を起こしかねない。だが私が何も言わなければ対立は激化し、我らが英雄にあるまじき疑惑を向けられてしまう。また二択の問題ですね。後者が最適解であるのは明らかですが、あなたはそう判断しない。That's what the fuck we're gonna do. I see. 犠牲者が少ないからといって、find an alternative way for the kingdom and get her to gnosis. I think that is their goal. もしかして、あ、ついてきてくれ。Wait, what did you say? I'm sorry. What?Can I play as Cheska? I'm actually curious. Seika wa Abyss no osoreru mono de ari, Nata no anne wo iji suru konkan da. Keshite kiete wa naranai. Warera ga eiyuu no junbi ga totonou made, watashi jishin no chikara wo motte tomoshi tsuzukeyou. Shikashi...その方法で維持できる時間は限られているでしょう。残りの5名の継承者の方に力を注ぐべきだと思いますが。気をせいて本末転倒になってはならない。大礼に選ばれし者はすでに運命に定められた冒険の道を歩み始めた。その結末を描くのは本人たちであり我々ではない。我々にできるのはその者たちを支援することのみだとしても、エンジン様自ら犠牲になるのは私の他に成果を維持できる者などいるか。この身は強大な力を持つが、それは決して好機を意味するわけではない。私は私の責務を果たしているまでだ。エンジン様、ファンデュイです。Oh, become the devil. Ah, yes. さすがはナタの神。その名に恥じぬ手腕だ。地脈の秘密については当に。当に運命は破滅を示唆しているのだ。なのに500年前の約束は未だ果たされていない。お前が神の心を持っていたところで何の役に立つ。Man, I feel like his voice should be too fucking much or sweeter. I'm sorry. But at least one of the two for me. 地球の時には誰かが救世の責務を果たさねばならない。The mysterious path, you know. お前の計画が滞っているなら、俺がナタのために新たなルールを作ろう。Or at least the overlord.Guy with that voice, signs would be nice. 破滅が必要だ。長話をする気はないようだな。Where were your glasses? 君は私のような人間は言葉より力だったな。Oh, I just realized his eyes.Ice-ish? Oh!
Ooh. I feel like that would be part of an animation, like calling the sword to her. Okay, here we go. Ooh. Oh wow. Oh wow. Okay. Now you're both flying. I wasn't expecting him to. Okay, now that kind of makes sense. I'm surprised nobody is saying this, but. Oh. That was cool and hot. Mm-hmm. Makes sense. What? Round two? Monster of the Nightwing. Wait, Nightwing? This is the one that I'm curious about. Wait, who's Nightwing? It's not Tasca. Tasca is Feather. Yansen is something else. Is it Oron or whatever his name is? Is he Nightwing? Oh god. この世界にいるとは彼はスネージダイヤの助行のために来たんでしょうか。でもなぜ500年前のこと。確かに彼はナタについてどれくらい知っているのでしょう。ファトゥスたちは神の心に対して共通の認識を持っているものの、おのに目的がある。あの隊長も何らかの目的があるのだろう。とにかく相手が動き出した以上、当面の計画は一旦中止せざるを得ないでしょう。次にまたファデュイが襲ってきたら、太刀打ちできるものはいません。もう時間がないのだ。先ほどの戦いで最後に与えた傷は、しばらく彼の足を引っ張るだろう。それと、彼を助けたあの力は、名演の主によるものだ。つまり、内部に裏切り者がいるということですね。あ、確かなことはまだ言えないが、もしそうだとしたら貴重な転機にもなりうる。最後の一撃を打ち込んだ瞬間、その体内に何か特別な存在を感じた。それを詳しく調べよう。キイニチ、名演の主のところに行って、彼を助けたのが誰なのか調べてくれ。シトラリを尋ねればいいだろう。彼女なら知っているはずだ。はい、すぐに向かいます。ただ、エンジン様のご決断は変わらないのでしょうか。あ、案ずるな。So who's gonna fix the arena? I'm sorry. この土地を守っているのは神だけではない。私たちが信じるべきは、皆で共に見つけた。ナタの未来へと通じる唯一の道だ。エンジン様、大丈夫ですか？心配無用。ただ少し悔いているだけだ。まだ髪を燃やせるうちに写真でも撮っておくべきだったとな。That is such a lie. もう手遅れだ。あの子たちの旅が順調であらんこと。Clearly something's up.
with the fire and her. Okay. どうやらエンジン様が手を下されたみたいだ。相手もかなりの強者だったと伺える。Oh, wow, you get that. どうすればいいんだ？今から戻るか？ She doesn't have time. エンジン様を信じよう。正面対決であの方が負けるとは到底想像できない。うん。こっちの剣を片付けたらすぐに戻ろう。そうだな。じゃあ引き続き登るか。これ以上トラブルが起こらないといいんだけど。I'm surprised Toto didn't pick us up. あの人がかがり木の民の族長、ワイナだ。行こう。おお、チャスカじゃないか。久しぶりだな、ワイナ。挨拶は省かせてもらおう。スピリットストーンを貸してもらえないか。待て待て。せめて何に使うつもりなのかを教えてくれ。友達のカチーナちゃんが八神の国に閉じ込められちゃったの。その子を助けるためにはスピリットストーンで彼女の孤名を見つけ出す必要があって。助けるって八神の国に行くのか。うん。八神の国か。あそこは気に障るかもしれないが許してくれ。私に言わせれば、君たちの行動は一人前の戦士にふさわしいと到底思えない。戦場では一瞬で状況が変わったりする。予想外の事態が起きるのも仕方がない。だが、悲劇が起きたのなら、それ以上の死傷者を出さないための手立てを講じるべきではないか。気遣ってくれてありがとう。でも、一人前の戦士になる代償として、戦場に残った仲間を見捨てないといけないなら絶対に賛同できない。リスクは覚悟の上だよ。ま、そう言うと思ったよ。どうしたワイナ、普段と様子が違うぞ。冒険のない人生なんて不完全な人生だってのがお前の口癖じゃないか。気にしないでくれ。さすがに八神の国となると場所が場所なだけにな。ただ君たちの決意を確かめたかっただけさ。そこまで意志が固いのならこれ以上は止めない。ジェスカス、ほら、ブッシャインとポニティング、ちゃんとしまっておけよ。壊しても予備はないからな。助かる。お前ら昔からの知り合いなのか。でも。チャスカはカヨクの集いだよな。チャスカは名の知れた調停者で、どの部族も争い事が起きたら彼女に仲裁を依頼する。そうしているうちに自然と親しくなったのさ。それにチャスカには妹がいてね、クイクって子なんだけど、よくうちの部族に遊びに来ていろいろと手伝ってくれてるんだよ。妹がいるのか。あ、お待ちなの。機会があれば紹介しよう。さて、is she gonna be playable? Or is she NPC? ワイナ、スピリットストーンの使い方は？ It would be cool if she's playable. And have like a dual thing. 八神の国は現実の世界と全く異なる。あそこはまるで概念が流れる川のような場所だ。君たちが探そうとしている孤名は川を泳ぐ魚だと考えればいい。で、スピリットストーンは川に浮かぶ漁船に当たる。だが船だけじゃ足りない。経験のある漁師が必要だ。私がその船を操縦したらダメなの？君の実力と才能からすればまあうまくいくかもしれないが、まだ経験が足りない。安全を期すなら私からある人物を紹介できる。それは？名を馳せたかがり木の民の戦士、数えきれないほどの戦場をくぐり抜けてきた伝説の偵察員、ビチャーマ。鋭い観察眼の持ち主で
かなり勘が働く。それに彼の古名の意味は探察だ。古名を探すなら彼ほどぴったりな人選はいないと思うよ。ピジャマ？聞き覚えのある名前だな。アテアおばさんが言ってた戦友じゃない？その人の話なら聞いたことがあるよ。どこに行けばその人に会えるの？マルコが死んでからあいつはよく崖の上から遠くの景色を眺めてる。崖の方に行けば会えるだろう。ありがとう。行ってみるよ。はあ、ああ、うまくいくことを祈ってるよ。崖の上から景色を眺めてる人、いたぞ。こんにちは。お前がビジャマか？そうだが、何か用か？なんだと？じゃあ、八神の国に取り残されたその友人は生きて帰れる可能性があると？そんなことありえるのか？いや、八神の国じゃそういった類の奇跡だって起こりえるかもしれん。そしたら大丈夫か？顔色が悪いぞ。何でもない。分かった、手を貸そう。ただし俺からも一つ頼みがある。まずカチーナの古名を探すために協力する。その後スピリットストーンを貸してほしい。俺も友人の古名を探したいんだ。友人？あ、さっきワイナがマルコって名前を言ってたけど、そいつのことか？ああ、だが彼のことはあまり話したくないんだ。すまない。構わない、その条件を受け入れよう。うん、カチーナちゃんの古名を探すのを手伝ってくれたお礼は必ずするから。ああ、スピリットストーンを見せてもらえるか？Just realized that we ain't connected properly, huh? なるほど。大体わかった。アビスの教文の原理と少し似てる。八神の国と俺たちがいる世界をつなぐことができるようだ。一旦つながれば、餌の匂いを追いかける魚のようにアビスが湧き出てくるだろう。集落内で使うことはできないな。詳しいとまでは言えないが、大体の使い方ぐらいならわかる。原理についてはさっぱりだがな。これを発明したのはシトラリって言ったか。大した才能だ。俺はこれから郊外に行って、スピリットストーンの設置と調整を行う。その間、お前たちにはある2つのものを用意してもらいたい。Well, I'm so curious what Nightwing I remember them that much then. まずは、鍵縄だ。集落の商人のところで簡単に手に入るだろう。網を編むのに使うから多めに用意してくれ。網？コメを捕獲するために使うってこと？でも実体のないコメを実体のある網でどうやってすくい上げるの？八神の国でも現実の世界の網に対応する概念を見つけることができる。わかりやすく言えば網の概念でコメの概念をすくい上げるんだ。なるほど。二つ目は？黒曜石を一つ、いや二つ用意してくれ。古名を現実の世界に持ち帰った後、黒曜石に保存する必要がある。本来なら小玉の子のところで買う必要があるが、ちょうどそこの行商人がこちらに来てると聞いた。運が良ければ手に入るかもしれない。お、わかった。ではしばらく別行動だ。あそこに空き地があるだろう。物が揃ったらそこに来てくれ。そうだ、俺がスピリットストーンを独り占めしないよう見張りをつけなくてもいいのか？シャスカはどう思う？必要ない。確かに初対面ではあるが、ワイナが紹介してくれた人なら信頼できる。ありがとう。信頼という言葉は今の俺にとっては嬉しくもなんともないがな。
スピリットストーンの設置と調整には時間がかかるから、焦らず待っていてくれ。また後でな。変わったやつだな。なんか疲れてるように見えたけど、スピリットストーンの話になった途端、やる気が目に見えて出てたぞ。うん、私もちょっと気になった。とりあえず言われた通り、鍵縄と黒曜石を用意しよう。レックス、シーナちゃん、もう少し待ってて、必ず助けに行くから。こんにちは。鍵縄を買いたいんだけど。鍵縄？クライミング用のでいいかい？うん、ここにあるものを全部買いたいの。いくらかな？全部？そうだね、3万もらでどう？じゃあそれでお願い。お、あっさりうなずいたね。むしろ値切ってほしかった感じ。でも今は余裕がないから、急いでくれると助かるな。はいよ。じゃあサービスでいいこと教えてあげる。鍵縄を買いに来るお客さんはほとんどがクライミングの愛好家でね、クライミングを学びたいならロカって人を訪ねるといいよ。はい、これで全部だ。持ってきな。 I feel like Roka is gonna be a table. 次は木曜石だな。 Unless you're telling me you're not there. ビタマが言ってた行商人はあそこにいる。行こう。こんにちは。黒曜石ってあるかな？黒曜石かい？ほれ、そこに一つあるよ。よかった。まだある。二つ欲しいの。参ったな。今持ってる雑貨の中に紛れ込んでるかもしれないが、探すとなるとそこの箱をひっくり返すことになる。お願い、探してくれる？ここで待ってるから。あまり気をもむな。今のところ順調だ。そうだね。さっきリチャマの友人の話を聞いた時、なんだか彼は私と同じ気持ちなんじゃないかなって思ったの。黒曜石がもう一つ見つかればいいんだけど。カチーナちゃんっていつもキラキラした石をたくさん持ち歩いてたんだ。もし八神の国に閉じ込められたのが私だったら、あの子すぐ黒曜石をいっぱい取り出してたかも。お、あったあった。お嬢さん、これでいいかい？あ、でんよ。どうもありがとう。いくら？お前さんたちが来なけりゃ売れもしなかったもんだ。二つで3000もらにしてやるわ。あ、でん。さ、持ってきな。ところでさっき、ビチャマって聞こえたが、彼に頼まれてきたのかい？あいつはどうしてる？マルコがいなくなってからもう5年だ。そろそろ立ち直ってくれるといいんだが。あいつのことよく知ってるのか？よく知ってるってわけじゃない。ある日酒を飲んでたら偶然耳にしたんだ。彼とマルコは幼馴染でずっと一緒に育ったそうだよ。二人揃って名を馳せていたらしい。戦闘が得意なマルコは数人の大男を片手で倒せるほどの手だれで、ビチャマは偵察と分析に長けてた。二人で息を合わせアビスの襲撃を何度も退けてきたそうだ。5年前、またもや帰化聖夜の巡礼を勝ち抜いた二人は同じチームになった。しかし出発の前夜、かがり木の民がアビスの小規模な襲撃にあったんだ。その時ビチャマは人を助けようとして足を怪我してな。それでどうなったんだ？同じチームのメンバーが訪ねてきて話し合った結果、彼を残して休養させることにした。ビチャマ自身も足を引きずりながら前線に出たところでチームの荷物になるだけだと考えたそうだ。それでみんなでエンジン様に申し出て許可をもらったという。だがその時に限ってアビスの魔物の数が予想をはるかに上回っていてな。
判断を誤ったマルコのチームは絶え間なく襲い来る魔物に飲み込まれてしまったんだ。ビチャマは全て自分のせいだと自らを追い込み、それ以来ずっと落ち込んでる。 It was an impossible situation though. Doesn't sound like his fault though. そうだな。人が後悔する理由は行動を間違えたからだけじゃない。何もできなかった自分を責めることもある。過去には戻れないから前を向くべきだと彼に言ったんだが、なかなか苦しみから抜け出せていないようでね。わしらはアビスのせいで多くの苦しみを強いられてきた。永遠に癒えようのない傷を背負って生きる人もいる。彼の傷が癒えたらいいんだが、はあ、話はこの辺にしておこう。もし機会があればお前さんたちも励ましてやっておくれ。頼んでたものは揃ったか？うん、ここにあるよ。いつ始められそう？スピリットストーンは調整済みだ。すぐにでも始められる。約束通り、まずカチーナの孤名を見つけるのを手伝おう。それが終わったら、今度はお前たちの力を貸してくれ。I want to ask something. ああ、なんだ。Are you seeking your friend's ancient name? ああ、そうだ。マルコが死んだ後、戦場を見てきたんだ。あいつが負けたのは、とてつもなく強い敵にあったからじゃない。数えきれないほどのアビスの魔物に囲まれたせいで死んだんだ。もしあの時俺がいたら、前もって危険を察知できていた。敵陣に足を踏み入れないよう慎重にチームを進められたはずだ。あの日から俺はずっと自分を責めてきた。そしてお前たちからカチーナのことを聞いてふと思ったんだ。もしかしたらマルコも死んでなんかいないかもしれない。まだ八神の国で抗ってるかもしれないってな。でももう何年も前のことだって聞いたぞ。あそこにいる命はだんだん他の多くの魂と一体化するってエンジンが言ってたけど、いくら小さな可能性でも試してみたい。あいつと約束したんだ。アビスを相当できなくとも最後の瞬間まで共に戦おうってな。話はここまでにしよう。急がないといけないんだろ。概念としての孤名を捜索してる間、周囲に欠片が散らばるかもしれない。その欠片を集めてくれ。それから戦闘の準備もしておけ。さっきも言った通り、スピリットストーンによって現世と八神の国がつながればアビスの力が湧いてくる可能性がある。Jeez, that looks powerful as heck。あの金色のやつがビチャマの言ってた欠片じゃないか？近づいてみようぜ。Bomb them. Ware ni shikari. Yaru ka. Kusuri mo doku ni nari.ビチャマ、まだか？もうすぐだ。もう少し待ってくれ。ドリフトーン！Are you okay?
取れ、早く。カチーナの孤名を見つけた。待ってろマルコ、あともう少しだ。おかしい、アビスの力がどんどん強まってる。アビスボミ、彼の姿がアビスに侵されてる。ビチャマ、このままじゃ。この命は5年前に亡くなるはずだったもんだ。頼む、もう少し時間をくれ。ほんの少しでいいんだ。そう、ありがとう。あ、お互い。うわ、なんてアビスの力だ。気をつけろ。I like how this power is all of a sudden convenient. So...これ以上待てない。ムアラに彼を引き離せ。試したけど、アビスの力がしつこく絡みついてて、まるで見えない鍵縄が彼とスピリットストーンを縛ってるみたい。仕方ない、すまん。ストラリ、避けろ。ちょっと、ダッボー。あのまま放っておけば暴走していただろう。他に止める方法もなかったから壊すしかなかった。お前たちは爆発の衝撃で吹き飛ばされたんだ。しばらくめまいがするだろうが、よくある症状だから心配はいらない。あ、ボイ、ムーフだ、キャプテン。次からは何かやる前に一言言ってよね。さっきはすぐに動けたからよかったけど。避けろと言ったろ。もう、それでも間髪入れずに壊したじゃん。みんなが君みたいな瞬発力を持ってるわけじゃないんだよ。私たち全員派手にやられるところだったんだから。次から気をつける。にしても。Where is this Emmy Mo? カチーナちゃんの孤名が無事でよかった。あれ、ビジャマは？ビジャマ！ビジャマ。結局。マルコの孤名は見つからなかった。もう消えちまったのかもな。孤名が消えればそいつは永遠に帰ってこられない。こうなるだろうって最初から予想してたが、やっぱ手遅れだったか。あいつらが出発したあの瞬間からもう手遅れだったんだ。ビジャマ、彼はここ数年さまざまな慰めの言葉を耳にしてきたはずだ。しばらく一人にさせてやろう。お、お、ビチャマの手の中で何か光ってるぞ。手？これは。おい、マルコ、まだ力は残ってるか。剣を振る力は残ってないが、喋る力ならまだある。喋れたってしょうがない。俺たちの遺言を聞いてくれる人もいないしな。本当にここで死ぬのか。死ぬのは怖くないが、お袋が知ったらどんな顔するかちょっと想像がつかないな。その点俺はマシだ。両親は早くに亡くなったから悲しませずに済む。ピサック、厄介事を人に押し付ける癖、いつになったら治るんだよ。最後の最後まで
俺に見送れっていうのか。俺たちの遺言を聞いてくれる人もいないか。でも万が一ってこともあるだろう。ビジャマ、君は来なくてよかった。悲しむ必要はない。俺の分までしっかり生きてくれ。見たのってもしかして過去の記憶か。今回の釣りは収穫が皆無だったわけではなかったな。 OK。 ああ、またあいつの姿を見れて、あいつの声が聞けて、心の底から嬉しさが込み上げてくる。だが喜びの後に押し寄せてくるのはさらなる苦しみだ。苦しみ？なんでだ？マルコはいつもそうだった。何の未練もないように振る舞ってたが、あいつの手はずっと震えてたし、かろうじて笑みを絞り出してた。Really？ あいつと共に戦えなかったことを、俺はここ数年ずっと後悔していた。まさか命が尽きる瞬間、あいつも友のことを考えてたとは。リちゃんも。俺は大丈夫だ。族長のワイナは最初、お前たちが八神の国へ向かうことに反対してたと聞いた。実は俺も迷ったんだ。コメを探すことを手伝うのは、つまりお前たちを死地に追いやることだからな。だが一方でお前たちの気持ちは痛いほど理解できた。生きていれば多くの後悔に苛まれる。やり直せるチャンスはほとんど与えられない。罪悪感が心の中で膨らんでいけば、戦士にとって何よりも貴重な資質が奪われちまう。なら最初から最も勇気のいる道を選んだ方がよっぽどマシだ。もし過去に戻れるなら、俺は絶対に前線に行く。怪我をしていても俺にできることはあったはずだ。たとえ結末を変えられなくても、あいつと最後まで共に戦えただろう。今になってようやく分かったよ。一度機を逃したら取り返しのつかない重要な選択があるってことにな。だがお前たちはまだその選択の岐路に立ってる。俺と同じような悔いを残してほしくない。ありがとう。君の言葉のおかげでより決心が固まったよ。安心して、必ずカチーナちゃんを連れて帰るから。私はあの子を必ず見つける。だって約束したんだもん。絶対に一人にはしないって。ならよかった。なんだ体が。ひとたびアビスが体内に入れば、その一部が臓器と同化してしまう。たとえ旅人の浄化能力をもってしても、アビスの影響を完全に取り除くことはできない。Okay, cool. 幸い旅人のおかげでアビスの影響を抑えられてる。あといくつか処置を試してみるといい。例えば呼吸の頻度を下げ、意識的に精神を鎮めるのも有効だ。だいぶ良くなった。かなり詳しいんだな。ただの経験談だ。大したことはない。とりあえずカチーナちゃんの米を手に入れたから一歩前進だね。まずはビジャマをかがり木の民のところに送ってあげて、ワイナにも知らせよ。スピリットストーンを破壊するしかなかったこともワイナに謝らないと。許してくれるよね。あ、なあクイク、そこに立たれると私もどうしたらいいか困るんだが。私が何を言おうとしてるかワイナおじさんも分かってるよね。君たち二人は本当に懲りないね。
このおじさんはもうお手上げだよ。なあ、戻ってきた。クイク、なんでお前がここにいる？しらを切るつもり？私がなんでここにいるか、お姉ちゃんもわかってるでしょ。皆さん、ごめんなさい。この人を数分お借りするわ。ほら、ついてきて。She looks way too NPC. Damn it. しばらく失礼する。あのクイクって。ま、話せば長くなるんだが、チャスカの妹なんだ。血はつながっていないがね。I feel like a smartly story. 部外者の私が言うのは少しはばかられるが、まあ秘密ってわけでもない。実はチャスカはククリューに育てられたんだよ。彼女は幼い頃、ある珍しい病気に患ったことを理由に捨てられたそうだ。その時にアビスの侵食にあってね。ただアビスに飲み込まれる瞬間、彼女の中に生きる意欲が芽生えたんだ。その意欲を糧に彼女は奇跡的に生き残ったが、同時に彼女の中に闘争の種がまかれた。その後、彼女はククリューに引き取られ、ククリューと共に各地で戦ってきたんだ。なんか戦ってる場面が自然と目に浮かぶな。それからクイクの親に引き取られて人間社会に戻ったんだが、当時のチャスカはまだ戦う癖が抜けてなくてな。クイクはしょっちゅうそんな姉を連れていろんなところに謝りに行ってた。Who does she fight now? 懐かしいな。私も小さい頃チャスカと取っ組み合いの喧嘩をしたことがあるんだよ。彼女との仲はまさに雨降って地固まるってやつなんだけど、今はその衝動をちゃんと抑えられてるみたい。しかも人々の争いを仲裁する調停者になるなんてね。でもクイクとはまだ喧嘩するんだね。大きくなってからはもうしなくなったと思ってたけど。はあ、それに関しては私にも責任がある。もしチャスカが危険なことをしようとしたら止めてくれとクイクに頼まれてたんだ。だが君たちも知っているだろう。チャスカは一度決めたら考えを変えない。なるほど。だから八神の国に行く私たちを止めようとしたんだ。道理でチャスカに普段と様子が違うって言われるわけだね。私はもちろん君たちの冒険を応援しているよ。若い時には冒険も大切だ。私の年ではしたくても無理だからね。そうなったら後悔してもしきれないだろう。でもクイクの気持ちもわかる。大切な家族が命を懸けてまで冒険するのは誰だって耐えられない。ここなら誰もいないわ。さあ、1分あげるから白状なさい。何も言うことはない。たとえ認められなくても、私はただやるべきことをやるまでだ。クイクも知ってるだろ。そういう開き直った態度を取られるのが余計嫌なのよ。何も言わずに八神の国に行こうとするなんて、海外旅行じゃないんだから。八神の国も国なんだから海外だろ。またまた言い訳ばっかり。まず一つ約束したよね。危険レベルを4段階に分けたでしょ。不可避な場合を除いて危険レベル2までは許す。どんなにやむを得ない状況でも危険レベル3までが限度だって。あたしからすれば八神の国は危険レベル4、つまりマックスなの。そんな場所にお姉ちゃんはこっそり行こうとしたんだよ。正々堂々と競技を勝ち抜いたわけだし、それにこの件は自分にも関係してる。だからこっそりする必要はない。二つ目、ワイナおじさんを買収したでしょ。お姉ちゃんを止めてくれるって約束したのに、おじさんたら何もしてないじゃない。ワイナを問いただす気か。だが彼では私の考えを変えられないし、どんな方法を使っても止めることができないと言ったら。ほら、ボロを出したわ。
やっぱりお姉ちゃんの独断だったんでしょ。今回の件に関してはクイクが私の立場だったとしても行くはずだ。私は私、お姉ちゃんはお姉ちゃん、ごっちゃにしないで。私は広報勤務の医者よ。お姉ちゃんが危険を顧みないで無茶するなら医者として叱りつける責任があるわ。ああ、わかった。まだあるか。何よその言い方。しっかり反省して絶対に行かないって約束して。Stop. Why? I feel like she being older sister instead of a younger one. It doesn't make sense here.私が冗談言ってるように見える。なら私もはっきり言っておこう。カチーナがこんな目にあったのには私にも責任がある。もし何もしなかったら私は私で亡くなってしまう。でももしお姉ちゃんが自分の衝動を抑えられなかったら同じ結果になるのよ。その話は別だ。モラルと責任の大切さについてはお前が教えてくれたろ。ナタの地に暮らす人間として叱るべき素質を備えるべきだと。自分自身の置かれた状況を正しく把握することもモラルの一つだって言ったはずよ。どちらかを諦めないといけない時だってある。もうやめにしよう。これ以上とやかく言うなら私も本気を出すぞ。ワイナの家の屋根を吹き飛ばしてほしくないだろ。何よ、脅してるわけ。脅しよね、クイク。少しは姉の言うことを聞いたらどうだ。どうしても行くの？私が何を言ったって無駄ってこと？私のこと本当に妹だと思ってくれてる？妹なら私たちの凱旋を待っていてくれ。お姉ちゃん、しょうがないわね。お姉ちゃんったら本当に頑固なんだから。まったく頭が痛い。何か言いたいことでも？君たち二人は血こそつながっていないが本当に性格がそっくりだよ。そうか？前にクイクにも同じことを言ったら彼女もそうかなとさ、言うことまでそっくりときた。部外者である私が言うのもなんだが、時間があるときには妹と過ごしてやりなさい。君たちは二人とも強い子だ。だが強さは孤独に耐えられることを意味しているわけじゃない。ありがとう。気にするな。さて、スピリットストーンを使い終わったのなら返してもらおうか。儀式の道具だから私のところで保管しといた方がいいとキーニチが言っていた。実はその金融野郎がいてくれたら天空のライヤーを直した時みたいにできたのに。借りたのは1個だったが2個返そう。そうだったのか。まあ人命に関わる緊急事態じゃやむを得なかったのだろう。しかし問題はシトラリの方だ。特に彼女のものを壊してしまったとなると、後で私から彼女に説明しておこう。八神の国に着いたらくれぐれも気をつけてくれ。無事帰ってくるのを待っているよ。Hello。 戻ってきたぞ。カチーナのコメも見つけたぜ。What happened here? 詳しく話すとなると少々複雑だ。かいつまんで説明しよう。またファデュイか。どこに行ってもあいつらってちょっかいをかけてくるよな。エンジン様が力を失った。もしそれをファドゥイが知ったらその隙をついて攻めてこないでしょうか。 He's a man with cold man。 だからこれは我々だけの秘密だ。決して口外しないように。でないと
私は窮地に立たされる。ん？君たちを安心させてあげたいのは山々だが、様々な勢力に追われている今、とても心を休められるような状況ではない。面倒事は私に任せ、君たちはやるべきことに専念すればいい。エンジン様を支えて私も力を貸すぞ。大した力はないけど謙遜しすぎだ、イアンさん。豊穣の国の誇りである君の実力は誰もが知っている。そのごめんなさい、みんな心配事をたくさん抱えてるのに、私は感情に任せてばかりで。謝る必要はない。誰にでも感情はあるし、私も例外ではない。君の気持ちはよくわかる。カチーナの古名を見つけたのなら早速探しに行くとしよう。さあ、ついてきてくれ。 Where are we going?Ooh. Is your room? ここ。Is that a championship belt? What the hell? あれってアティアのお守りじゃないか。よく気づいたな。ここは私がさまざまな記念品を保管している場所だ。実際に見るのは初めてです。こんなにたくさんあるなんて。すべての部族のものが揃っていますね。集めるのにさぞ苦労されたことでしょう。That is so championship belt. 趣味のようなものだ。ナタでは誰もが英雄の物語を聞きながら大人になるからな。ものは記録を残すのに優れた媒体だ。人の脳よりよほど頼りになる。私はこれから儀式の準備をしなければならない。準備が整うまで自由に見学していてくれ。Which one is the wooden toy? もし興味をそられる品があれば、その歴史を聞かせてあげよう。じゃ、遠慮なく見学させてもらうぜ。But don't mind if I do. Yo, Chasuka. この花は綺麗に咲いていますね。もしかして、エンジン様自ら水やりをするのですか？この釣りかご、見覚えがある。釣り竿まであるぞ。これはきっと流線の収納だろ。ああ、その釣り具一式はマタバルという伝説の漁師から預かったものだ。彼とは酒場で知り合ってな。巨大な魚を追うために緻密な計画を立てていると言っていた。当時私はその目に繊維と渇望を見た。彼にとって海は名誉をかけた戦場だったのだろう。それでそいつの計画は成功したのか？再び会った時、彼はひどい怪我を負っていた。その魚がアビスに侵食されていたんだ。獲物を一目はしたものの重傷を負ってしまい、彼は二度と海に出られなくなった。マタバルに聞かれたことがある。エンジン様、取った魚を持ち帰れなかった漁師は戦いに勝ったと言えるでしょうかと。勝ったとオイラは思うぞ。私もだ。彼のその経験にこそ戦利品をも超える価値があるのだからな。その後彼は釣り具一式を譲ってくれた。よかったら使ってくれとな。ってことはお前も釣りができるのか？機会があれば腕比べしてもいいぞ。Not done. The championship belt. Okay, cool. 持ち上げるときは気をつけてくれよ。そのカップとかすごく重いからな。Well, look at that hammer belt.It would be interesting if we have a luchador character. I'm not sure if it makes sense here, but. その栄誉を象徴するものの一つだ。元は
二人でも持ち上げられないほど重いものだったらしい。ベルトが象徴する栄誉を強調したかったのかもしれないな。ただ問題は、そのベルトをつけているといかにたくましい戦士であっても重さにやられ息が上がってしまうことだった。確かにそうだろうな。それでこのベルトの持ち主であるキテラは職人に頼み、同じ外観の軽い模造品を作ってもらった。君たちの目の前にあるのは、Isn't that a Nightwing logo? 彼は訓練のたびこの模造品を防具代わりにつけて腰を守っていた。本当はそのベルトを自慢したいだけだったんじゃないか。 Hell yeah! No. Eat away. I remember seeing here. Actually, let's check this side. Nothing? Okay. What's this? Jessica. Okay. Oh, there's one more there. Okay.いろんな容器と薬があるぞ。錬金術と関係したものかな。それは名園の主の儀式で使われる道具で、八神の国、そして大変との意思疎通を強めるためのものだ。What the hell? イエマヤはその分野の専門家で、私にいろいろと関連する知識を教えてくれた。一見厳しそうな見た目をしていたが、実際はユーモアのある人だった。ただ彼女の弟子がこれら伝統的な容器を受け継ぐのを拒んだらしい。それで仕方なく私にくれたんだ。容器の中身はそれほど特別でもないが、ああ、真ん中の大きな容器は別だ。それは彼女が私のために送ってくれたものでな。おお、きっとすごいものなんだな。何なんだ？ブドウジュースだ。全然すごくないな。そろそろ品質が落ち始めている頃かもしれないが、実に美味だぞ。Paimon, come back. Okay, go. これはアテアのお守りだな。君たちも知っての通り、このお守りはアテアの人生と共に歩み、戦場で幸運をもたらしてきたものだ。That was quick.Weapon. 大きな武器があるぞ。これはどの部族のだ？それは500年前の英雄テノッチの武器だ。厳密に言うと彼はどの部族にも属していない。 Yo, what picture is that? アビスの災いが起こる前に彼はある理由で追放されたのだ。追放？それはやむを得ない状況だった。彼はその罰を受け入れ、しかるべき処遇だと納得した。その後、集落がアビスに襲われた際、諸部族は戦場で士気を奮い立たせる存在を必要とした。敵にひるむことなく、勇敢に立ち向かう彼こそが、最もふさわしい人物だった。そして、六部族を集結させ、壮絶な戦いで素晴らしい功績を挙げたのだ。すでに孤名を失っていた彼は、その後に取り行われた反魂の歌で帰ってくることはなかった。戦いで犠牲になった無数の戦士や民衆と共に今もナタの大地に眠っている。本当にすごい戦士だったみたいだな。ああ、今でもテノッチの物語は語り継がれているよ。Who's that? Cute. Hunjin はしばらく置いておく必要がある。もう少し待っていてくれ。さて、一通り見た感想はどうだ？ナタの文化をより感じられただろうか。どの記念品にも物語があるんだな。こうして見ると
中って本当にいろんなことを経験してきたみたいだ。お守りを見るとアテアの言葉を思い出すし、お前にとってここにあるものはどれも特別な思い出を呼び起こしてくれるものなんだろう。ああそうだ。そしてこれら記念品の役割は各部族に伝わる古名と似ている。我々に時間の真の姿を見せてくれるのだ。時間の姿？我々は時間を一本の線とし、それに沿って進むことしかできないと直感的に捉えている。過去を変えることも未来を予知することもできない。だがもう一つ別の解釈が存在する。私が思うにこちらの方がより真実に近い。過去、現在、未来、すべてが同時に存在しているのだ。同時に存在？何言ってるんだ？言い方を変えよう。君たちが旅の終点にたどり着いた時、どの国での経験が最も重要だったと思うだろうか？ All of them. そう。終点にたどり着いても旅で経験したことは消えない。ただ君たちの経験や見聞に変わっただけだ。そのうちの一つでも欠ければ君たちは別の選択を取り、全く異なる終点へとたどり着くことになるかもしれない。一方、まだ訪れていない未来にも同じことが言える。現実になってはいないが、それはすでに存在しているものであり、我々はそれを感知する手段を持っていないだけだ。無論一部の優れたものは未来を予知できる。彼らはそれを運命と称するのだが、こっちの概念なら馴染みがあるのではないだろうか。そう言われると確かに理解しやすいな。まだ起きてないのにすでに存在してるってことか。人間は現在を感じることにしか長けておらず、過去をすぐ忘れ、未来をないがしろにしてしまう。So ancient names record the past. そして、帰化聖夜の巡礼と予巡者の戦争が未来を示してくれる。別の時空のナタ人が団結することで、アビスのような難敵にも立ち向かえるのだ。初代エンジンはどれほどの先見の明を持ち、このようなルールを作り上げたのか。頭が下がるばかりだな。So the first Pyro Archon created the rules of Midland? あ、初代エンジンもかつて人間だった。大きな力こそ持ち合わせていなかったが、カムクラを利用することで天空から力を借り受け、ナタのルールを作った。このルールがあったからこそ、ナタの人々は誰もが神になりうるのだ。帰化聖夜の巡礼で選ばれた最強の者が、カムクラにつく栄誉を授かった瞬間、その身に烈焔が覚醒する。また同時に、ナタに関する様々な知識や記憶を得るのだ。先ほど君たちに教えた内容も、聖火から学んだものになる。なるほどな。カムクラとルールの力か。あれ？これって、家族の絵か？ん？ああ、私の父と母、そして妹と私たち二人で飼っていた古竜だ。父の革鎧から一部を切り取りキャンバスにし、腕のいい画家に描いてもらったものだよ。可愛い妹さんだな。お前とすっごく仲が良さそうだぞ。ひひ、神になる前はただの人間だったって聞いた時は想像できなかったけど、この絵を見ると納得だな。見た感じどこにでもいそうな人って感じがするけど、こんなこと言っちゃむずかったか。今さら聞いたところで手遅れだぞ。ごめん、ちょい口が滑って。冗談だ。このくらいのことで怒るわけがないだろ。他人にどう評されようと、これは私の過去だ。私にとってかけがえのない宝であり、いつ何時も誇りに思っている。人が神になろうと家族とのつながりを断つことはない。ただまあ
忙しさのあまり、I feel like 避ける時間が減るのは事実だ。This awkward class could show 父は肉を煮込んだ料理が得意でな。妹はそれをよそった食器を手に、Midland finally having a proper alcohol night with me is what I'm thinking about. Like a proper, like she will become a proper, like she will go to proper godhood or something like that. That's what I'm thinking. I think that would be interesting. Like a human becoming a god level, I guess. I mean, this is like, it's bobo-ish? Not really? I don't know. 妹を慰めるのに手を尽くしたよ。へえ。You forgave them just like that? 家族とはそういうものだろう。過去の微笑ましいエピソードの一つだ。こういった経験をしてきたからこそ、ナタを守るとは一体何を守ることなのかを、ひとときも忘れずにいられる。それからどうなったんだ？この絵って結構年季が入ってるし、妹さんはもう大人になってるんだろ？確か建築家と芸術家になったはずだ。数多くの建築物を手掛け、様々な芸術作品を生み出したと。その話はまたの機会としよう。粉塵の準備が整った。そろそろ始められる。イアンサ、ムアラニ、チャスカ、来てくれ。5名を置いたらすぐに始めよう。To the beast we go! Weepee! Oh. Well, I'm walking now. Hi. Can I talk to you? No? No? Okay. Can I? I'm just gonna stand here. I am the beast that spawns in. Hi.天地に通ずる生命の子玉、絶えぬ物語の伝承よ、古の名。この声に運命のものを答えさせよ。Hello。また喧嘩か。カチーナちゃん、大丈夫？間違いじゃないよね。これってまたアビスが見せてる幻？落ち着いてカチーナちゃん、本物だよ。君を連れ戻そうとしてるの。モアラニちゃん、旅人さん、パイモンちゃん、それにみんな。あのね、ヤガミの国をずっと調べてて分かったの。何もかも大霊がアビスの影響を受けたのが原因だって。大霊なら私を元の場所に戻してくれると思ったけど、とてつもなく強いアビスの魔物にあって、もう少しで殺されそうになって、大霊が残されたわずかな力で私を守ってくれたの。私も魔物を避けながら大霊を救う方法を探そうとしたけど、でもここ本当にめちゃくちゃで、しょっちゅう怖い声を聞いたり、恐ろしいものを見たりして。カチーナ、その声を信じてはいけない。アビスが意識を蝕もうとしている証拠だ。自分を守ることだけに専念しろ。私たちもすぐに向かう。そこでじっとしていてくれ。大丈夫だよ。みんなと話せてだいぶ落ち着いたから心配しないで。私弱いし、存在感薄いし、忘れられて見捨てられても仕方ないのに。助けようとしてくれてありがとう。でも帰る方法は自分で探すよ。私を助けるために危険なことはしなくていいから。カチーナちゃんはいつもそう、強がらなくていいんだよ。私たちは
絶対に助けに行くから。アビスに何を吹き込まれたか知らないけど、これだけははっきり言える。カチーナちゃんを荷物だと思ってる人は誰一人いない。予順者の戦争を勝ち抜いた君は間違いなくナタの英雄なの。英雄として喝采を浴びるためにも、私たちが迎えに行くのをおとなしく待ってて。本当は怖かった。暗くて不気味で早く帰りたいよ。でもやっぱりみんなを危険な目に遭わせたくない。また私が足を引っ張ることになっちゃう。 How about we stop talking and go? いつも私たちのことを信じてくれてるでしょ。今回も同じ。ただ私たちを信じてくれればいい。我々は一人で戦ったりしない。私たちは決して君を見捨てたりしない。そうそう、ここまで来て諦めるわけにはいかないぞ。ありがとう。気をつけて。通信はここまでか。さて、次がこたびの救助において最も危険な段階だ。肉体のまま八神の国に入ってもらう。八神の国に通ずる入り口はアビスが侵入してきた際に残したものだ。たとえ接触時間がわずかでも汚染されかねない。はい、心の準備はもうできています。ああ、成功を祈っている。それとクイクに連絡し、ここで待機してもらおう。アビスの侵食を処置することに関して彼女は経験豊富だからな。その顔を見るに、また喧嘩をしたのか。心が痛いです。またあいつに迷惑をかけることになるなんて。エンジ様、私も同行させてください。人が大いに越したことはないはずです。みんな私とカチーナちゃんのために力を貸してくれて本当にありがとう。時間がもったいないし、早速出発しよう。私は今力を失っている。直接的な支援はできないが、ここで八神の国の変化を観測することは可能だ。イアンサ、万が一自分の力ではどうにもならない状況に遭遇したときは。そんなことにはなりません。あ、それを願おう。くれぐれも気をつけてくれ。私はここで八神の国の変化を観測していよう。Okay.